霊気界の再生に向けた佐賀県の取り組み、大きく分けて2つあります。1つが先ほど来お話の出ている環境変化、有明海異変の原因が何なのかということを究明していきたいということです。それに関連してこの諫早湾干拓の小径堤防がどれぐらいの影響があるのか、そうしたことについてしっかりと取り組んでいきたいの一点です。あともう一つは、こういう真の環境変化の原因を究明することと合わせて、それまで待っていくわけにはいきませんので、足元ではこの再生事業をコツコツとやっていくしかない、この中長期のことと足元のことを2つ合わせてやってきています。この有明海の環境変化の原因究明に向けては、これまで先ほど今早間さんも含めたところでいろんな報告があってましたけれども、環境変化の要因がいくつかあるということは分かってきています。そしてこれをもう少し具体的に分かるために、かつて短期開門調査という調査が行われました。ですがここで得られた成果は限定的で、定量的な解明ではなく定性的な、こうしたことが要因ではなかろうかというふうなところが漠然と解明されただけにとどまっていました。私たちは先ほど来議論になっているように、有明海の環境変化が起こっているということについてはもう異論はないと思っています。で特に諫早湾の中、その付近、佐賀県の中でも特に長崎県に近い地域においては間違いなくそういったものが起きてきている。でそうしたものが一体何が原因で、どういう要素がどれだけの、いわば悪さをしているのかということについて、しっかりとした定量的な解明が必要だと思っています。そしてその私たちが解明をしたい一番大きな理由は、特に漁業への影響というところです。こうした定量的な解明をやっていくには、いろんなデータの比較が必要になっていきます。しかしながら、先ほどの早見さんのお話にもあったように、過去において諫早湾ではなかった有明海におけるこうした研究というのはあまりたくさん行われていませんでした。データが不足しています。今の状態と昔の状態というのをきちんと比較していくためには、できる限り昔の状態と同じような状態を人工的に作り出して、そしてどういう変化があるのかということをきちんと定量的に把握することによって、どういう変化があるのかということが私は議論として必要になってくると思っています。そのためにはどうしてもある一定の期間、門を開けて調査を行うということを私は排除すべきではないと考えます。これは私だけではなく、佐賀県議会でも全会一致で決議をいただいています。沿岸の市や町においても同じような決議をいただいています。このどうしても有明海の本当の環境変化の原因を突き止めなければいけないんだと、そのためにはこうしたロングレンジの比較的足の長い単位での調査がどうしても必要だというふうに私たちは信じています。今早見さんからも、そのあまり短い期間だと一定の魚種だけが、一定のものだけが増えていってしまう、やはりある程度長い時間やらないとわからないという話がありました。まさにアカデミックの世界から見てもそういうことだろうと思っています。これをやっていくことによって、環境変化の真の原因について結論を出すことにつながればと思っています。取り組むべき課題は大きく2つあると思っています。短期的な課題、中長期的課題になります。短期的な課題については、これは現時点においては大きく開門調査の実施に向けて大きく前進をしているのではないかと思っています。課題は実施方法です。先ほどから話が出てますけれども、開門調査を実施することによって、海で暮らしている方、漁業を行われている方々に被害が生じてはいけません。その被害が生じないような環境整備、そしてこれは長崎県側で農業をしていらっしゃる方、またはそこで暮らしている市民の方々、そうした方々にも被害が生じないような環境整備と時間が必要だと考えます。そしてまた、これは調査をやればいいということではなく、調査やった結果を有明海の再生につなげていかなければいけません。どうやったら有明海の再生につながっていくのか、調査の計画と結果の評価というものが重要になってきます。一方、中長期的な課題については体系的に取り組むことが重要になってきます。これはまさにどのようにやっていくのかということについて、道筋、ロードマップを作っていくことが必要だと私は考えます。さて、短期的な話である開門調査の実施に向けて、もう一遍ここで私たちの考えを整理しておきたいと思います。まずは何を知りたいのか、そしてどうすればわかるのか、そして誰にも被害を及ぼさないようにするにはどうしたらいいのか、そしてどのようにして評価をしていくのか、こういったことでございます。こうした点について、
開門すると仮に決めた後でも一つ一つの点について冷静な客観的な議論が必要になっていくと私たちは考えています。最後にロードマップのイメージです。中長期的にやっていくとした場合には開門調査を行っていて環境変化の原因究明を行っていくことと合わせて別の調査研究を行って再生策を実施していくことが必要になっていきます。そしてそれを行っていくことを通じて再生のビジョンを作っていって再生目標を達成するということを行っていかなければならないと考えます。ロードマップを作っていくにあたっては先ほど来お話の出ているこの全ての関係者の方々、いわゆるステークホルダーの方々が一緒になって共通の認識を作っていかなくちゃいけない。そして多くのそういう主体による一体的な取り組みが必要になっていくと思います。そして先ほど早見さんからもお話があったようにこれは佐賀県だけが頑張ればいいというものではありません。今でも形の上だけでは、九州農政局の中に関係の各県が一緒になってこのことについて議論をするテーブルというものがありますが、実際にはそれがなかなか場が作られておりません。共通認識を醸成することと合わせて共通に冷静に議論をしていく場ということを作っていくことによって、真の意味での効果のある体系的な取り組みを実現していきたいと考えます。短い時間ですけれども、これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。